最終便に間に合えば、林真理子。朗読、小川花子。その疑いは、男がサラダに手をつき始めた時から、すでに生じていた。男が生野菜を、あんな風にゆっくり食べることは、まずありえない。 たとえそれがフォアグラ入りの贅沢なものだったとしても、ねっとりとエンジ色に光る肉片をたった一切れ残すと、長原はフォークとナイフを十字に組んだ。ゆっくりとグラスを口に近づける。それはフォアグラの下に残る味を赤ワインで混ぜ合わそうとする動作に、 はためには見えたかもしれないが、緑には、この上なく不自然な行為に思えた。彼女が知っている限り、永原はこれほど優雅にものを食べる男ではないのだ。防衛長がさっきからこちらを見てるわ。そっけなく言う。 もう次の魚料理を出したくてイライラしているのよ早く食べなさいよ私だって冷めたものを食べたくないわそんな無作法なことをやつらはしないよ永原はやっとナイフを右手に持ったフォークで突き刺しそのまま口に運べば2秒とかからない作業なのだわずか3センチ四方の小さな切れ端 それをきっちり切り分けて口に入れようとする行為は、この場では滑稽に見える。緑はもう何の躊躇もせずに、腕時計をテーブルの上で眺めた。この分だと私、デザートをパスしなければならないと思うわ。大丈夫だよ。飛行場まで送っていくから。この季節、道路は空いているから、一時間もすれば必ず行くよ。 チェックインは少なくとも20分前に、ロビーを突っ切ったり、エレベーターを上がったりする時間も入れれば、7時前にはここを出なければならないはずよ。私、離陸間際の飛行機にバタバタ乗り込むの大嫌いなの。それならば、長原は、緑の目を見ずに、最後のフォアグラを口に入れながら言った。もう一泊していけばいいじゃないか。 こういうとき、一体女は、どういう顔をすればいいのかと、緑は思う。七年前に、別れた男。それも必ずしもいい別れ方とは言えない。その男が、明らかに誘っているのだ。もちろん勝利感がなかったというわけではない。けれどもその時の緑には、 煩わしさが、鈍い吐き気のように込み上げてきた。札幌に来たついでに、ふとこの男に会ってみようなどと思った、自分のお人よし加減がつくづく悔やまれる。しかもこの男は、現在の緑に対する認識があまりにも薄い。なぜ自分がここにいるのか、どういう立場でここに来たのか、 もう一度確認させなければならない。明日は午後から講義があるのよ。平坦な調子で行ってみた。講義という言葉を強めない方が、より一層の日常感がある。お弟子さんなんかもみんな知ってるのよ。札幌教室は今日で終わるってこと。明日は張り切ってみんな集まってくるのよ。 そんな時に私がいなかったら、みんな変に思うじゃないのだから言っただろ。朝一番の便があるって。それで行けばいいんだ。長原はかなり苛立だった声を出した。それはあたかも、緑がまだ自分の女であることに、何の疑いも持っていないかのような無邪気さに満ちていた。この男は、 まだわかからないのかと、緑は舌打ちしたいような気分になってきた彼女は今度ははっきりと口にした私には責任があるのよ自由に気ままにやっていた頃と同じに考えられちゃたまらないわ鳥の羽と粘土を組み合わせて作る造花を最初に日本に紹介したのは緑ではない けれどもそれをファインフラワーと名付け着色に工夫を凝らしたのはやはり彼女の手腕だったはずだそれに最初に目をつけたのは新しがり屋の雑誌だった今までにないアート感覚の増加の無機質な美しさが現代にぴったりといったようなグラビア記事をたまたまテレビのプロデューサーが見ていた ある小番組の背景に、緑がアレンジした造花が毎週使われるようになった頃から、ファインフラワーの名前は、マスコミの口の端に登るようになってきたと思う。波に乗るというのは、こういうことを言うのかと、自分でも思う日々が続いた。様々な女性雑誌が緑にインタビューを申し込み、 大手のデパートが手芸教室の講師にと声をかけてきた気がつくと緑は朝の主婦向けのワイドショーのコーナーさえ受け持つようになっていたのだテレビ局が彼女に要求してきたのは単に手芸家としてのそれではなかった花を通して暮らしと生き方を考えるような名目がつくと緑はいつの間にか 一発しの評論家のようになっていたそれは緑の経歴も大いに関係していたと周りの人間たちは言う普通の OL からクリエイターへの華々しい転身というふうにマスコミは彼女に対して一つのサクセスストーリーを作り上げてきたからである仕事にも 自分にも飽き足らなかった私は、ある日思い切って旅に出ました。そして、メキシコの荒野で、一つの美しいバラを見つけたのです。けれどもそのバラは、本物のバラではありませんでした。羽毛と土で作られたその花を見たとき、私の中で何か大きなものが生まれたのでした。 そうだ。これを日本のあの空気の中で咲かせてみたいと。最近ぼつぼつと舞い込み始めた公園の席上で、緑はいつもこんな風に話した。事実はかなり違う。それまでの貯金をはたき、安いツアーでメキシコへ行ったまでは本当だが、 増加のことは日本に帰ってから知ったのだ。同じグループの中にいた老婦人が昔南米を転々とした外交官の未亡人だった。その夫人とすっかり親しくなった緑は旅行後も一人暮らしの彼女を訪ねるうちに増加を教えてもらうようになったのだ。 現地の女たちがよく作っていたのを真似てみたの。最初は向こうのやり方通りにしていたら全て失敗。日本は湿気があるからすぐにボロッと崩れてしまうのね。粘土の硬さがわかるようになるまで5年かかったわ。俗世間を超越したような彼女は今の緑の成功も快く喜んでくれている。 私のようなおばあさんが教えたものをよくあんなに若々しい花にしてくれたわねみどりさんがテレビに出るたびに私本当に嬉しくって何も臆することはないのだとみどりは思うその夫人が使っていたようなケバケバしい原色だったら ファインフラワーはこれほど流行らなかったに違いない。黒と白のモノトーンに徹したところに自分の時代を読む目があったに違いない。それに加えて緑には文章を書く個体もあった。去年刊行した花がなくては生きられないという随筆集は、後に編集者が散々手を加えたとはいえ、 緑自身が書いたものだ OL がある日有名フラワーアレンジャーへ花との出会いによって咲いた一人の女性の半世紀などと陳腐な紹介文がついたこの本は写真もふんだんに使ってありかなり高価であるにもかかわらず予想外の売れ行きを見せたものである おととい、昨夜と、宿泊した札幌のホテルにも、支配人からのメッセージとウェルカムフルーツが届けられた。部屋は角部屋のツインだ。最上階の窓からは、広い場所に薄く巻かれたような、光の粒が見えた。その時だ、緑が、 長原に会ってみようと決心したのはもちろん飛行機に乗った時からいやそれ以前に札幌でセミナー講師をという話が持ち込まれた時から長原のことは意識の中にあったけれどもそれは記憶の沼の上にチャプチャプと湧く泡のようなものだ眉を寄せて集中すれば 泡は大きくなる。けれども、思いを解き放ってみれば、いつの間にか、そこの方へ沈んでしまう。その程度のものだ。それがいつの間にか、水面に大きく浮き上がってきたのは、やはり、緑の、女らしい自己検事によるものであったに違いない。 別れたといえば聞こえがいいが、結局のところ、自分に対して強い所有欲を持たなかった男に対して、はるかに微味になった自分を見せたかったのだ。あの時から体重は4キロほど増えたが、顔はかえって小さくなった。頬の肉がそぎ落とされたようになったから化粧映えする。 それより何より身につけているものが違う。その時ホテルの一室で着ていたものはイタリア製のシルクのワンピースだ。ピンクとグリーンを大胆に配したその服は主催者側の人間と食事をする時のために持ってきたものだったが、それらの男たちとの食事は昨夜でへきえきしていた。地方都市での権力を ことさら孤事しようとする品の悪さは緑が最も嫌うものであった今夜もデパートの宣伝部長が寿司でも食いに行こうと誘うのを疲れを理由に断ったばかりだ東京で聞いてきたすすきのの割烹へでも行ってみようか気さくなママがいて女一人でふらりと行っても楽しめる と教えててくれたた編集者は言っていた札幌の夜景を見ながらぐずぐずと考えているうちに時計はもうじき8時になろうとしていた思いついてダイヤルを回した今度のセミナーで講演をしてくれている地方新聞の文化部の男から緑は名刺をもらっていた ちょっとお聞きしたいんですけれども、そちらで、北栄社という広告代理店の電話番号、お分かりになりませんかしら。北の栄と書くんですけど、ああ、そこならよく知ってますよ。うちと取引がありますから。新聞社の男が電話番号を空で言えたことに、緑は温かい気持ちになった。 そう惨めな生活をしていないという安心感が二度目のダイヤルを回させていたいなければそれでいいと思っていた旅の一人の夜の気まぐれなのだ電話の呼び出し音は十回以上続いた諦めて受話器を置こうとした直前 不自然なほど明るい女の声が出た。はい。広告の北映社でございます。長原さん、まだいらっしゃいますか長原武文さんです。はい。ちょっと今呼んで参ります。失礼ですが、どちら様でいらっしゃいますか長田緑と申します。言った瞬間、緑は舌打ちしたいような気持ちになった。 何も切り札をこれほど早く出すことはなかったのだ。もう少し待っていれば、向こうの方から声をかけてきたかもしれない。昔からそうだった。男の方が決定的な言葉を吐く前につい緑は口走ってしまうのだ。だからいつも負けのカードを最後までつかまされてしまう。 長原が電話口に出る間、緑は口の中で舌を柔らかく何度か回転させた。こうすれば、滑らかにいやらしいほど明るい言葉が出せそうだ。そしてそれは確かに成功した。私、私です。今、札幌に来ているのよ。受話器からは、緑が密かに期待していた沈黙はなかった。その代わり、 彼女に負けず快活な声がした。いや、久しぶりじゃないか。札幌に来ることは新聞やポスターの告知で知っていたよ。すっかり有名人になっちゃって、俺なんかが電話しちゃいけないと思ってたよ。そんなことはないわよ。時々気にはかけていたのよ。そりゃ光栄ですね。長原はおどけていったようだが、ただの皮肉に聞こえた。 食事でもしようじゃないか。それが明日私帰ってしまうのよ。何時の飛行機だい ?8 時20分最終よ。時間はたっぷりある。よし、とびきりうまい店を探しておくよ。長原の言った通り、このレストランは確かに悪くなかった。フォアグラ入りサラダの後に出た ヒラめの白ワインにはソースをパンにつけて残らず平らげた。それはともかく、サービスがあまりにも遅い。客は長原と緑の他に二組しかいないというのに、皿が下げられてから次の料理が出てくるまでの時間が間延びするほど長いのだ。時計の針は、 6時40分を指したもうダメだわ悪いけどあなただけデザートをゆっくり召し上がってちょうだい私ここでお別れするわちょっと待ってくれよ送っていくよあ急いでコーヒーを2つ長原はこのレストランでかなりの馴染みのようだった黒服の男が気を利かしてさっきの皿の流れとは信じられないような素早さで コーヒーカップを運んできた。熱いデミタスコーヒーは二口も飲めば義理を果たしたようなものだ。ナプキンを投げ出すようにして緑は立ち上がった。ごちそうさま、じゃあ行くわ。うん、外に車を待たせておいたよ。長原が目配せするや否や、別のとこが緑の革のコートをテーブルまで運んできた。さっさっ、早く長原はすでにドアを開けていた。 だから気になっていたことを、緑は車の中で初めて口にしたのだ。お勘定。どうなっているの私、悪いわ。そんなこと。長原はふっと笑ったようだった。俺だって、一応勤めてるんだぜ。有名人にご馳走するぐらい、できますよ。そう。ご馳走様。 国産ではないワインを赤と白一本ずつ開けている。そう安い値段ではないはずだ。会社の金で落とすのだろうか。実は食事の間中、どうタイミングよく金を出そうかと、緑はそればかり考えていたのだ。素早くクレジットカードを店の者に渡そうか、それとも長原が席を立ったついでにレジへ行こうか、 男と食事をして、どう金を払うかを悩んだのは、最近ない経験だった。そして7年前、長原と付き合っていた頃も、そんなことを考えなかった。なぜなら長原は、どんな時でも、金は、緑が出すものと、花から決めていたからだ。 あの時食べていたものはもちろんフランス料理ではない定食屋の魚と煮浸しのセットスパゲティの上にハンバーグを乗せたものタンメンに八泡菜そしてなじみのスナックで飲んだ安酒一度だけ緑は訪ねたことがある「ねえあなた 女に払わせるの恥ずかしくないの別に。長原はわざとらしいほど目をしばたたかせていった。俺は金がある方が払うのは当たり前だと思ってるからね。全然恥ずかしいと思っていない。けれども長原がそれほど来楽なタイプでないことはよく知っていた。その頃、 全く売れない業界誌の編集部に勤めていた永原は神経質すぎるほど自意識の強い男だった彼の友人たちも詩を書いたりする男や教師をやっているものがほとんどでマスコミの人間たちが偽薬的に話すような飲むだけ飲んでその場で金を持っている者が払う付き合い方はしなかったはずだしまたできるような連中ではなかった 結局、自分に金を使いたくなかったのだ、と緑が納得したのは、別れてから2年も経った後だった。長原の次に付き合った男は、むしろ楽しむように緑に物を買い与えた。小さなアクセサリーや洋服、まるで見せびらかすように自分の手の内のバーやレストランへ、 彼女を連れて行ってくれたのもこの男だった。ワインの飲み方、メニューの選び方、どの季節に何を食べればよいか教えてくれる男を前にして、ほとんど金を使おうとしなかった長原のことを、今更ながら憎いと思った。随分気前良くなったのね。 緑はつぶやいた。それは彼女がその日初めてした小さな復讐だった。永原の目がかすかに光った。しかし、怒らないはずだ。七年前とは違う。もう、若くはない。仕方ないでしょ。永原はややって口を開いた。 あの頃、俺は本当に金がなかったんだから。どんなアパートに住んで、どんな生活をしていたか、あなたが一番よく知っていたでしょ言葉つきが次第に他人行儀になっていく。これは、不愉快な時の彼の特徴だった。少しも変わっていないと緑は思った。 きつすぎるほど整った顎の線が昔から好きだった。その顎の線によって平凡とも言える細い人への目が何か曰くありげな表情を持っているかのように見える。声も低い黒黒とした髭の反り跡が真ん中あたりまで迫ってきている喉仏にはやや窮屈そうな白い襟とネクタイがあった。 あの頃という言葉を使うのはこの場合不似合いだと思われるほど男は変わっていなかった私だって緑は肩透かしを食わされたような悲しみにふと胸を締め付けられた私だって お金がなかったわよ。普通の会社の普通の OL だったんだから。あの時の私の給料知ってた十万五千円よ。そのうちアパートの家賃が二万八千円。積み立て定期が二万円。あとは、全部あなたに使っていたのよ。少し酔っているようだと思った。 どうして過去の男に恨み事を言ったりするのだろうか。甘え。いや、それよりも男にこびている。なぜなら、長原の左手が緑の右手の甲にぴったり重ねられたではないか。それを振りほどこうとしない自分を、そう意外なことだと思わない。 一時間だけのことなのだ。久しぶりに再会したかつての恋人と、帰りの車の中で手を握り合ったと言って、誰が避難することができるだろうか。女としてのうぬぼれも含めて、今確かに、意地汚い気持ちになっていると思う。けれども、ささやかな抵抗はしたのだ。 北海道に帰ってすぐ結婚したんですってね。長原の指が緑の指の間にするりと入ってきて、左右に運動を始めた時に彼女は言った。ああ、よく知ってるね。なんとなくよ。風の噂というのではない。女にはこういう情報を耳に入れる。 特別のルートがあるのだ僕はとにかくすべてのものを諦めたっていうのか高校息子に徹する気持ちが強かったからねおふくろが喜んでくれればそれでよかったのさ地元の銀行に勤めていたおとなしい子だよそうお子さんは一人。 女の子だ。かわいいでしょうね。ああ、かわいいね。俺は職業柄ちょっと写真もいじってただろ。だから休日ともなれば、やたら娘の写真を撮りまくるよ。えっと、君はまだだったよね。そうよ。もらい手がないのよ。そんなことないだろ。いくつだっけ。31歳。あなたと4つ違いよ。 もう忘れちゃったのそんな会話を交わしながらも、長原の指は必要な動きを続ける。四つのくぼみだけが、じっとりと汗ばんできた。飛行機、何時でしたっけ運転手が間延びした声で尋ねた。八時二十分なの、ちょっと急いでくださいますか やってみましょう。今日は割と道路が空いてますからね。なんとかなるんじゃないですかお願いしますね。やや身を乗り出して運転手に話しかけていた緑はぐいっと後ろに引っ張られた。長原がきついほど手を握りしめてくる。眉間にシワがあった。間に合わないよ。あら、絶対に間に合うって言ったのはあなたでしょ。それに、 運転手さんも大丈夫って言っているのよ。絶対に間に合わない。こういう時の長原は幼く見える。そしてこれこそが自分を愛してくれていると緑に思わせた表情だった。もう一泊しろよ。長原は囁いた。明日。 九時の飛行機で立てば十分昼に間に合う。飛行場に行って、その便を予約してくればいい。今夜のは乗らなくたっていいんだ。緑は押し黙った。もう、愛してはいないということは明らかだった。けれどもその男から、くどく値打ちのある女だと思われることは、心地よかった。 はあ「永原の体の向きが変わった左手にさらに力を込めながら右手が緑の首筋を滑ったややためらいながら指は半円を横にいくつか描いたそして思い切ったように指は襟元の国境線を越えた」。 しかし車の中での姿勢では永原の指は途中までしか届かないスロープが始まる手前をもがくだけだ一旦永原の右手は服の外に出たそして次の瞬間に手のひらは確かに緑のちぶさを布地ごとに捉えていた 川のコートの下のさらにまた絹の服の下やや外向きの乳首を的確に長原の人差し指が探り当てたゆっくりゆっくりとのの字を描く乳首の先端の例えようもないほど狭い面積の上に 長原はいくつも何十回となく、のの字を描く。ぼんやりとした闇の中、長原と見つめ合う。自分が口を開けているのがわかる。太ももを二三回くねらした後、緑は、ああ、と、 声にはならないため息を漏らす快楽が一本の鋭い線になって足元から床へ走るのを見た「ほら子どもの頃プールから帰った後軽い昼寝をするでしょするとだるい疲れで足が崩れるっていうのかな大きくうねるのよねちょうどあんな感じ」 そしてそのうねりが、あそこから体の中へ入ってくるのがわかるの。するとも自分の力では止められなくなるのよね。終わった後、緑は長原の肩に頬をぴったり寄せて、とりとめもない話をするのを好んだ。その時、長原がどんな表情をし、どんな答えをしたのか、 ほとんど覚えていない。けれども、心に残ることは何一つないというのは、長原の優しい行為や言葉が全くなかったということではないだろうか。その時、物語めいたことがあったとしたら、緑が記憶していないはずはない。自分にとって楽しいこと、喜ばしいことはいつまでもだらだらと思い出す太ちの女だ。 七年前、緑は、二十四歳だった。もちろん、長原が初めての男だったわけではない。短大時代、半ば好奇心から関係を持った男もいたし、自分では大恋愛をしていたと胸を張りたいような男もいた。けれども、回数を重ねたという点で、長原に叶う男はいなかったし、快感というものも、 緑は長原から与えてもらったはずだなんだよ本当にくだらない男とばかり付き合いやがって乱暴な口調で長原はよくそう言ったけれどそれはいつもベッドの中に入りたてで彼の機嫌がすこぶるよかった時だ本当に冗談じゃないぜ他の男っていうのはお前さんのことをどう扱ってたんだよ こんなに陰乱で男好きの女をさ、ちゃんと生かしてやれないなんて酷だぜ。ひどい。あたし、陰乱でも男好きでもないわ。そうかな、そうかな、これでもそうかな。指は長原の言葉と同じように、おどけながら緑の肌をはう。わざと中心を外し、ずらしながら近づいていくやり方は、 十二分に女の体を熟知している男のそれであった。緑は必死で長原にしがみつく。もうじき、訴えるように言う。もうじき、ストーンが来そうよ。いいよ。本当に。いいよ。緑は嬉しさと照れで、 長原の肩に歯を立てる。長原は男にしては信じられないほど肌が美しかった。朝黒く引き締まった肌は滑らかで触れると絹織物のようにかすかに揺れた。そしてその織物はいつの間にか緑の上に覆いかぶさり激しい動きを見せるのだ。 この世に、これほど素晴らしい男がいるのが、信じられないような気がした。しかもその男は、自分を愛してくれていて、その体の一部と、自分の体の一部は、完璧に合致する。あの頃、緑は何度もその最中、ため息を漏らしたものだ。 真下から見ると男の顔は一層愛おしく心を捉えた特に感極まる直前男は目を閉じるのだ永原の髪は短く眉間にはほくろがあった細い目は静かな一本になりそれはインドの仏像のようになる そしてそこまで見届けると、緑ももはや目を開いていられなくなった。彼女自身も足を大きく開いた十二手観音のようになり、激しく腰を揺り動かすのだ。これを永遠に続けることができたらと、いつも緑は願っていた。 それは性欲からではなくその後に来る現実の恐怖のためだったと今の彼女は断言することができる「おい腹減ったな」「大抵の場合現実は」 長原のそんな言葉で始まった頭の下で腕を組んでいる脇にはやや茶色がかった毛が一房揺れていたいいわよ何か作ろうか若い女が誰でもそうであるように緑もこうした行為を日常生活の延長と考えるのがそう嫌ではなかった男に抱かれた後で その男のために物を作るという作業は、煩わしさと同時に、結婚への甘い予感もある。そして、男の常として、長原は、女のそういう厚かましさを何より嫌っていた。自分のアパートの寝室へ誘い入れても、キッチンに立つことは許さなかった。 俺、こういうところを見られたり、触られたりするのを嫌いなんだ。そんな形での男の拒否を、長い間緑は、慎みなどという言葉で、一人納得しようとしていたのだ。あー、なんか食いていなー。じゃあ、どこかに行こうか。二人でお蕎麦かなんか食べに行く こんな時間じゃ、どこもやってやしないよ。長原が指す壁時計は、夜の12時をだいぶ回っていた。そうだミントへ行ってさ、おにぎりを作ってもらってきてくれよ。ミントは、長原のアパートから歩いて5分ほどのところにある小さなスナックだった。酒も出せば軽い食事もできるという、 私鉄沿線の駅前を歩けば、裏通りに必ず三つや四つもあるような店だ。口が曲がるほどまずいスパゲティやグラタンを、飲みすぎで舌が効かなくなったような若者がよく食べている。<laughs> なあ、エミちゃんに頼んでよ。おかかと梅干しのおにぎり、三つ頼んでもらってくれよ。おにぎりだったら、私いらないわ。それほどお腹空いてないもん。 真冬の夜だった。それに長原の言い方は、当然のように緑がおにぎりを買いに行くことを予想していた。明るく奉仕するほど、緑は幼くなかったし、清和な女でもなかった。じゃあいいよ、俺の分だけでさ、頼むよ。長原は言って、再び毛布をかぶった。その色はピンク色だが、 薄汚れて灰色になっているシーツも枕カバーも長原の部屋のものは長い間洗濯していないので元の色がなかなかつかめない不思議な色になっていたのだそしてその中に潜り込むと蒸せるほど長原の匂いがした長原は全くと言っていいほど体臭のない男だったのに 彼の布団や本、部屋全体からはきつく匂っていた。そのピンク色の毛布はこれを目にした時からの月日の長さを何よりも思い出させた。記憶が欲望を。そして欲望は優しい感情を揺り動かした。じゃあ、行ってくるわ。 けれども、優しさだけではどうにもならないものもいくつかあるのだ。緑は待った。人に物を頼む者が必ずそうするように、長原が紙幣を手渡してくれるのを待った。けれども、ピンク色の毛布は動く気配がない。緑はコートを羽織りながら、もっと気軽に考えてみようとした。 どうしてつまらないことにいつも私、いじいじとこだわってしまうのかしら。きっと長原はこうしてくれるはずだ。おにぎりの包みと引き換えにこう言うだろう。ありがとう。これ、いくらだったそうしたら、緑はこう答えるつもりだ。<laughs> いいのよ、おにぎりぐらい。これ、私がご馳走するわ。お金なんかどうだっていいのよ。 私とあななたは恋人同士じゃないの。これくらいのこと私にさせてちょうだいそんな言葉をあらかじめ反数しながら緑は夜道を歩いたスナックミントは外も内部の壁も木を張り巡らしてある流れているものはモダンジャズなのにインテリアはどう見てもカントリー音楽風だ それなのに、ママのエミちゃんも、客たちも、この矛盾に全く気づいていない風だった。緑は店のドアを開けた。客は数人しかいない。エミちゃんは、あらという風に笑顔を投げてよこした。待ち合わせううん。彼が風邪をひいちゃったの。悪いけど、おにぎりを一人前作ってくれる ああ、そう。ながちゃん、ダウンしちゃったのかわいそうね。この店はしばしば長原と来ていた。だからこそ、緑には見栄があった。男はピンピンしているのに、その食べ物を真夜中に買いに来る女など、あまりにも惨めではないか。わかった。ちょっと待っていてね。 恵美子は丁寧に手を洗い始めた。指輪がやけに目立つ骨張った手だ年齢は3十四五だろうか化粧がうまいのは認めるが目の周りに年齢相応のやつれが出ていたっけ手を洗い終わって恵美子は握り飯を作り始めたじゃあから直接熱い飯を手のひらに乗せるやり方は 緑の木に触るものだっ熱っ緑の目を意識してか恵美子は必要以上にはしゃいでいたはっきり言えば製造過程をあまり真剣に見られたくなかったに違いないただの白米を握っただけで恵美子は820円という金を取ったそれはこの店の雰囲気に浸かり 酒に酔っていたら何とも思わなかっただろうが冷気の中を歩いてきたばかりの緑にはやはり不当なことに思えたのだ文化人っぽくしてたってやっぱり水商売の女じゃないこういう小さな店のままらしく恵美子も客たちとの友達付き合いを強調していた私はね 好きな人だけに来てもらえればいいの。嫌な客だったら、二度と来て欲しくないわ。というのが、彼女の口癖だった。実際、長原なども、恵美ちゃんと呼んで、いかにも物分かりのいい常連らしく振る舞っていたものだ。じゃあ、これ、長ちゃんに渡してちょうだい。恵美子は出来上がったおにぎりを、 銀紙で包んで緑に渡したそれでどうなの長ちゃんの具合ああ大したことないと思うただ外が寒いから私が代わりに来たのそう恵美子は心配そうに眉を潜めた今年の風はしつこいからちゃんと直しとくように言っといてちょうだいねうちのみんなにも風が流行り始めたから かなり気になっているのよ。えみこは、うちのみんなという言葉に力を込めていった。ありがとう、そう言っとくわ。愛想よく答えたものの、腹立たしさが急激にこみ上げてきた。店で食べるのと同じ料金をえみこが請求したというのは、もちろん非難すべきことではない。しかし、言葉とは裏腹に、 すべてのことがあまりにも事務的に行われたのだ。だからああいうとこの人っていうのは、まるっきり信用できないのよ。緑は小石を蹴りながら夜道を歩いた。アパートに帰ってみると、長原はすでにセーターとジーンズに着替えていた。テーブルの上には、 一つだけ湯呑みが乗っていた。はい、買ってきたわよ。あなたのご注文通りのおにぎり。ぶつけるように置いた。どうも、サンキュー。はぁ、あ、腹減った。長原は包みをあげるのももどかしげに口に入れ始めた。三個の貧弱な形をしたおにぎり。 田舎育ちの緑から見ると、苛立ってくるほど形の悪い、しかも小さな握り飯だった。ああ、うまっ。腹減ってるからうまい。とうとう最後まで、長原は、金を払ってくれようとしない。緑は胸苦しくなっていた。怒りや疑いがごっちゃになって、 喉のあたりまでこみ上げてきていたのだねえ私の誕生日不意に彼女は叫んだ私の誕生日もうじきよプレゼント何を買ってくれんの長原はキョトンと緑の顔を見つめたなぜこんなことを言い始めたか全く見当がつかないらしい 冗談はよしてくれよややあって彼は口を開いた咀嚼途中の飯粒が口の中でぐるぐる回っているのが見える俺金持ってないの君だってよく知ってるだろよくそんなこと言えるよな緑は2ヶ月前長原に送った 緑色のセーターのことを思い出したそれは有名ブランドのものでカシミアが50%ほど混じっていたそれを買うために緑は自分の冬のコートをワンランク落としたのだ6畳のリビングと4畳半の寝室境の襖の影からベッドと ピンク色の毛布が見えた。そしてガス台の上の夜間からは、火を止めた後の弱々しい湯気が立ち上っていた。それなのに、湯のみは、相変わらず一つだけだ。何よその言い方緑はその湯のみを強く手で払った。茶碗はしぶきを散らしながら床に落ちていった。 おま、このヒステリ長原の目は怒りよりもまだ戸惑いが強かった。それがさらに緑を大胆にさせた。何を何をあんたなんか大っ嫌い緑は立ち上がりながらも急須を再び床に叩きつけた。ドアの外に走り出たとき、 緑はひどく自分が空腹だったことに気づいた。意地を張らずに、おにぎりを二人分頼みさえすれば、こんなことにはならなかったような気もしたのは本当だった。けれども、彼女はいつも二人分払い続けてきたのだ。肌を合わせたその後で、男は握り飯を食べ、その金を女が払った。 その事実がこれほどまで緑を悲しませたということに最後まで長原は気づかなかったのだヘッドライトが雪を照らし出すと車の中は密室の重苦しさと華やかさに満ちてくる長原の のの字は終わって今度は「く」の字だそれは緑の右の脇腹付近を何度も往復した大胆さにはいつの間にか確信が加わっていた「今晩ゆっくり飲もうよ二人で」 早いのは私辛いのよ大丈夫だよ俺が起こしてやるよきっと君は空港近くのホテルを9時ぐらいに出ればいいそして10時前の便に乗るそうすればお昼には東京に着いているそれでいいでも私 朝はダメなのよ。最近、ますます弱くなっているみたいだわ。そう、だったかなくの字に力を込めていった。二人に共通の卑猥な暗号。朝日の中で、あのピンク色の毛布は、正真正銘の灰色に変わった。 その下で習慣のように2人の足は再びもつれ合った「分かってんの返事してちょうだいよそれだったらね明日の午後必ず連絡してちょうだいよね」緑が声を立て始めると隣の部屋の女が必ずどこかへ電話をかけた。 語尾まではっきりと聞こえる薄い壁。あの、長原の部屋。地頭製に俺のよく知っているホテルがある。洒落たいいところだけれど、観光客はあまり来ない。あそこなら、いいだろ。いい、だろうって、何が 緑は単語を区切るように言った。とにかく、私は飛行機に乗らなきゃいけないのよ。乗り遅れると困るのよ。大丈夫ですよ、お客さん。緑のやや高めになった声が自分に向けられていると思ったのか、運転手が鉛の強い声で言った。もうちょっと混んでいると思ったけど、 案外空いてましたもんね。スキー客の帰りにぶつからなければどうにか間に合いそうですね。あ、そう、よかったわ。緑は不自然なほど大きな声を出した。こうしようじゃないか。長原の声は反比例して低くなる。間に合ったら間に合ったでいい。だけど、もし乗り遅れたら、 で一泊するこれでいいだろ <laughs> なんだい嫌な笑いをするじゃないか昔別れた女ってそんな風に美味しそうに見えるのかなと思ってあなたが私にそんな風に就寝するなんて信じられないわそんなことはないでしょ僕は昔から君に夢中だった いろんなことをしてきたつもりだったけれど、君は、僕という男に、見切りをつけて去っていったんですからね。よく言うわよ。緑は低く笑って、長原の手をつまんだ。元の位置に戻す。その時、ズボンの生地に触れた。ネクタイを見てもそうだったが、 そう悪いものは着ていないらしい。きちっとスーツを着た男と、革のコートを着た女が話すと、別れの記憶まで、美しいものになってしまうのだろうか。長原とのさかいの原因は、ほとんど金か食べ物かが絡んでいたのだと、今、緑が言ったとしても、長原は笑って否定するだろう。 そんなことありませんよとっても素敵な仲だったじゃありませんか僕たちは長原は緑に対して馴れ馴れしくしたものか丁寧にしたものかまだ考えあぐねていたようだったどうしてなのもう2,000円ほど貸してくれればいいのよ 金がないんだよ。仕方ないじゃないか。嘘さっきお財布を開いた時に、千円札が何枚かあったの。私見たわよあるよ。確かに四千円ぐらいあるよ。だけど、このうち君に二千円貸したら、俺はどうやって暮らしていけばいいんだよ。だから何度も言ってるじゃない明日、会社の近くまで返しに行くってもうこんな問答を二十分以上繰り返していた。 テーブルの上には、干からびた寿司が乗っていた。それはさっき永原が、うまくねえな、もっとおいしい店があったのんな、じゃねえと、散々文句を言いながら頬張ったものの、残りだった。赤身はもう乾きかけて、飯粒の上でかすかに沿っている。こんなはずでは。 なかったのだ。三時間ほど前に電話をしたときは、長原も自分もその予定を持っていた。久しぶりの金曜日だった。緑はバッグの中にいくつかのものを放り込んだ。歯ブラシと小さくて愛らしい下着。そして最小限の化粧道具。歯ブラシはこっそり置いてきても、次の時は、 必ず亡くなっていた男の友達が来て勝手に使うんだよだからそんなので磨かない方がいいと思ってと永原は言い訳したが彼自身が捨てたに違いない泊まりに来る女が歯ブラシを置いておくなどというのは彼が嫌悪することの一つだったから何か買っていこうか 食べたいものない緑は甘い声を出した。長原といつも争ってばかりいたわけではない。これから一人暮らしの恋人のところへ訪れる女なら誰でも持つような優しさを。その時の緑は持っていたつもりだ。そうだなあ 今俺起きたとこなんだ。腹減ったよ。冷蔵庫の中が空っぽなんだよ。構成で徹夜明けの今日、寝ついたのは昼過ぎだったという。じゃあ、お寿司を握ってもらうわ。折り詰めにして。それなら、ゆっくり食べられるでしょ緑は自分の赤い札入れを覗いた。給料前だったが、一枚の五千円札が目についた。 こういう時にする計算は楽しかった。最終電車は花から諦めていた。タクシーは世田谷から長原のアパートまで二千円ちょっとかかる。しかし、帰りはいらないはずだ。今夜全部使い果たしても、明日の朝になったら銀行のキャッシュカードでいくらかおろせばいい。それでも注意深い緑は、 下北沢に着いてから駅前の寿司屋へ行った。自分のアパートの近くの寿司屋で折り積みを作ってもらった後、タクシー代がなくなるのを恐れていたのだ。事実、その頃の彼女は、上寿司の値段がいくらか知らなかった。それなのに、残った金を全部使ってでも、いい寿司にしようと心に決めていた。 金がないくせに、長原は口がおごっていて、鉱物の寿司に関しては、特に口やかましかった。以前、金がない時に、安い大阪寿司を買っていって、彼に罵られたことがあるのだ。なんだよ、これ。ちっとも美味しくないじゃないかよ。食べ物のことで拗ねる長原は、まるで少年のような顔つきになった。 それは確かに腹立つことであったが、一瞬、見惚れたこともあったはずだ。何よ、そんな言い方をしなくてもいいじゃない口では毒づきながら、緑はいつか長原を、上等の寿司屋のカウンターに座らせ、腹いっぱい食べさせたいと思っていた。母性本能と女の感情はいつも戦っていた。 庇護されたいという思いと庇護してみたいという思いは複雑に絡み合いせめぎ合って時たま緑を無口にさせた「おいどうしたんだよ何考えているんだよそんな彼女を気味悪がって永原は頬をつねったりもしたなんでもないわなんだか 胸がいいっっぱいになったのあの揺れ動きは二十代前半の女独特のものだったのだろうか三十歳を過ぎた緑ははるかに正確に自分の心を捉えることができるようになったその男に対して自分が求めているものもはっきりと口に出せる もしあの頃、そんな鋭さを持っていたら、長原を失うこともなかったかもしれない。どうして彼が突然不機嫌になったり、怒り出したりするのかと、緑はよく途方に暮れた。それは長原も同じだったかもしれない。二人はうろたえるあまり、不用意に言葉をぶつけ合い、そして同じように、どちらも傷ついていたのだ。 折りの特上のトロはねっとりしていたイカも白く輝いていた残りの小銭で買った缶ビールは冷えていて喉の奥まで染み込むようだったみーちゃん君はどれが好きあたしあたしはウニが好きじゃそれを食べちゃおうあー汚い そういう人って大嫌いんたわいなくふざけあったりもしたもう一時間したら電気が消され長原のさ寝よっかという言葉が聞こえるはずだったそれなのにプログラムは突然壊れたのだ悪いけど 長原は最後の缶ビールを飲み干しながら言った。俺、もうちょっと原稿が溜まっているんだ。悪いけど、今夜、帰ってくれないかな。怒りで指先が震えるのを感じた。しかしそれは、はっきりと口に出すことがはばかられる怒りだった。 三つの道が緑に残されていた。一つは、やはり怒り狂うこと。二つ目は、自分のプライドにかけて、おとなしくあっさりと引き下がること。あ、そう。じゃあ、こんな時間だから、私も休むわ。じゃあ、おやすみなさい。 そして三つ目は、長原の男としての本能に訴え出ることであった。もちろん緑は我慢できないほどその気になっていたわけではない。ただ非常に合理的な考えが彼女を支配していた。それはほとんど男性的な発想だった。 上寿司を食べさせたのに、ただで帰ってたまるか。後にこの時の気持ちをやや自重めいてこう整理することもあったが、とにかく緑は帰りたくなかった。惨めさは彼女にとって孤独と全く同じ意味を持つことだった。そんな夜だった。 だからとりあえず、彼女は、最後の方法を取ることにしたのだ。わかった。じゃあ帰る。その前に、キスして。長原の顔が近づき、ごくあっさりと唇が触れた。しかしその瞬間を逃さず、緑は舌で絡め取った。 セクシュアルなキス。その前でなければ許されないような官能的なキスに、緑は思いを込めた。な、な、ごめんな、いい子だから、うん、な。多少後ろめたい感情が横切ったのか、長原は優しい声を出した。長い指が、 緑の顎と首筋を撫でたそれをそのまま緑は自分の胸に移動させたさっき家を出るときブラジャーも着替えてきたブルーのレースがついた半カップのやつだそれを永原に見せることなく帰えるのは何とも口惜しかったちょっとちょっとだけ 喘ぐように緑は言ったそうしながら右手は長原の股間に伸ばしたしかしそれはまだ何の兆候も示してはいなかった「ちょっとだけちょっとだけしよう」ね <laughs> こういう時の声の出し方を緑はもうかなり以前に知っていたそして そう言い放った後で、また緩く舌を動かす方法も。ジーンズの生地の下で、かすかに動く気配があった。もう少しだ。緑はまたそろそろと指を動かした。何ヶ月か前、この手を使って緑は、 玄関の前の床の上で長原に組み敷かれたことがあるのだ長原の親指と人差し指がブラウスの下の緑の乳首を捉え緑の指が長原のジッパーをつまんだ時だスーッと風が起こった永原が肩から手を離し 半歩ほど飛び下がったのだ。やっぱりやめよう。な、今日のところはお互い我慢しよう。俺悪いけどやっぱり仕事するわ。長原は緑の目を避けていた。わかったわ。じゃ、帰りますよ。緑はブラウスのボタンをかけ直しながら言った。 そのあまりにも明瞭な五調はわずか五秒前にあえぐようにささやいた同一人物だとは自分でも思えないじゃあさタクシーが拾えるところまで送るから長原はすでに上着を手に持っていたその姿は芝居が跳ねて家路を急ぐ観客の姿に似ていたわかったわだけど私 帰れないの。その時多分緑は、不くされた微笑を浮かべていたはずだ。帰りのタクシー代がないの。悪いけど、三千円ほど貸してくださらないその金額は、二人分の折り詰めの寿司の値段とちょうど同じだった。借りるのではなく、もらっても当然の金だと緑は思っていた。 わかりましたよ。ほら。長原が差し出したのは、一枚の千円札だった。これじゃ帰れないわ。ここから世田谷の私のアパートまで、二千円ぐらいかかるのよ。もしかしたら、道路が混んでいたり、運転手さんが遠回りしたりして、もっとかかるかもしれない。念のため、三千円貸してちょうだい。三千円貸したら、 俺はどうしたらいいんだよ。どうやって明日から生活すればいいんだよ。大げさね。緑はかなり驚いていた。長原はこの時、20代もかなり後半だった。30歳に手が届きそうな男が、3000円の金で女と争っている。そのことに緑は早く決着をつけたかった。明日、朝一番で銀行に行って、 お金を下ろしてくればいいでしょそんなもんねえよ。銀行に金なんか一文もありゃしねえよ。長原は急に存在な言葉遣いになった。じゃあ、明日、会社の人か誰かにお金を借りればいいでしょ友達か誰かだっていいじゃない。俺がみんなと仲が悪いの、君が一番知っているだろ会社の中で金を借りられるような奴は一人もいやしねえよ。そう。 わかったわ。じゃあ私が明日、あなたの会社の近くまでお金を返しに行くわ。お借りした、三千円を返しにね。三千円というところを強調した。ありったけの軽蔑の感情を込めた。それが長原にも伝わったのだろうか、今度は彼の方から反撃に出た。大体な。 夜中に人の家に来るのに、どうして帰りのタクシー代持ってこないんだよ。信じられねえよな。そうね、おかしいわね。自分でも、ぞっとするような声が出た。わかったわ。じゃあ、もう三千円はお借りしないわ。その代わり、お立て返したお寿司代の代金を払ってくださいな。 あなた、さっき電話で言ったわよね。寿司を買ってきてくれって。だから私はそうしたまでよ。自分の分は私が払うわ。だからあと、千五百円ください。ああ、折り詰め代が入るから。千五百五十円。金は、その千円しかないよ。 永原はきっっぱりと言った。頑固な男なのは前から知っていたがこう金に絡んで固地になるとその姿は醜悪でさえあったそれに俺何も上寿司を握ってもらってこいなんて言わなかったじゃないかそこら辺で売ってるホイホイ亭の稲荷寿司かなんかでよかったんだよとにかく腹が減ってたんだから食べられるものでよかったんだよ 何しろ君は贅沢すぎるよ。女のくせにやたらと金を使えばいいと思っているんだから。緑は呆然とした。そしてはっきりと別れの時を決意した。これほど徹底して俗悪な場面を見せつけられると何の未練もない。それは何日か後、 すっかり感情がが、修正された緑があれはひょっとして自分と決着をつけるための長原の戦略だったのではないかと思ったほど露骨なものだった。大の大人が三千やそこらであれほど争った時間はそう推理しなければ理解できるものではない。 そうですね。私って、お金の使い方が荒い、いけない女ですね。怒りが頂点に達すると、緑は頭が透き通ってくるようなところがあった。言葉は一層、滑らかに冷静になってくる。あなたのおっしゃることはよくわかりました。だけど、とにかく私は、 ここから帰らなきゃいけないんです。私は今夜、あなたへの行為から、有りがをほとんど使っていたんですね。今財布の中には小銭しかありません。どうしても3000円欲しいんです。こうして、夜明けまで争っているわけにもいかないでしょあなたの財布の中には、確かにそれだけのお金があるんですから、今日一晩だけ貸してください。 明日になったら、すぐお返ししますから。後半、長原はあらぬ方を見ていた。緑の問いかけにも彼は答えなかった。もはや二人の間で問題になっているのは、三枚の千円札ではなかった。それがわからない苛立ちが、長原には憎を。 緑には軽蔑となって現れていたのだ二人はテーブルを挟んでしばらく睨み合っていた折れたのは緑の方だった寝室に書き込むと空で言える女友達の電話番号を回していたもしもし私。 寝てた当たり前よね。今午前3時。うーん、ごめんなさい。こんな時間。ねえ、私今とても困っているの。友達のうちにいるんだけど、うちに帰るお金がないの。うーん、うん、その人も持っていないの。だからうちに帰れないの。ええー、うーん、ダメなの。その人、その人、止めてくれないのよ。 そこで初めて緑は泣き出した。拭っても涙は後から流れてくる。鼻水で手の甲はびっしょり濡れて、緑はそれを例のピンクの毛布で拭った。いい。じゃあ、今すぐ行く。本当にごめんなさいね。 リビングルームに戻ったとき、長原は新聞を読んでいた。その横顔はかなりの冷静さを取り戻していて、酔いがすっかり冷めているのが分かった。千円、ここに置きます。そのまま黙って帰るのは尺だった。泣き顔ちらっとでも見せたかった。そして、 飛び切りの皮肉も最後に置いてきたかったしかしうまい言葉は何一つ出てこなかった友達が来て待っていてくれるからその人からお金を借ります気をつけて永原は新聞から目を離さずに言ったそれは決定打にはならなかったが 大きな原因とはなったそれから半月後四回ほど寝てから二人はもう二度と会わなくなった長原に女ができたからであるあの夜から別れへと続く日々のことを緑は奇妙に覚えている泣きじゃくりながらドアを叩いた代々木上原の 美佐子のマンション真夜中だったにもかかわらず美佐子はストーブを焚いて待っていてくれたテーブルの上には熱いお茶があったラジオ番組のスクリプターをしている美佐子は緑よりも5歳上で辛辣であまりにも鋭い感性が邪魔していたのかその時まだ独身であったさあ タクシー待たしてあるんでしょ早く払ってきなさいよ。と、彼女は用意していたらしい札を緑に投げるようによこした。でもよかったじゃないこれであんたも踏ん切りがついて、やっとその気になったでしょここまで嫌な目に会えば、いくらあんただってわかるわよねわかるって、何が緑は泣いてやや腫れぼったくなった目で、 美咲子を見つめた決まってんじゃない頬骨が出ている美佐子は鼻で笑うようにするととても意地悪く見えた男がまるっきりあんたに惚れていないってことよそんなことないと思ういつの間にかかばっていたというよりも美佐子に対して虚勢を張っていたのだ あの人すごく機嫌が悪かったのよ。お金がどうのこうのってことじゃない。とにかく虫の居所が悪くて私に八つ当たりしたんじゃないあの人がそういうことをできるのは私だけなんだから。そうかしらね。ミサコはタバコの煙を吐きかけるようにしながら緑に近づいてきた。だってさ、考えてもみなさいよ。 女のの子を一人真夜中に放り出すのよ。他にも与えないし送ってもいかないちょっとみーちゃんあんた本当に好きなのね好きって何が彼のこと好きかどうかってこと <laughs> 違うわよ美佐子は大きすぎるような笑い声を立てた外見よりははるかに温かいものを 心の底に持っているということを知り尽くしていなかったら、ひっぱたきたくなるような女だった。私はまたね、あの長原っていうのあっちの方がすごく良くてさ、それであんたが離れられないと思ってたのよね。そんなこと、ないと思う。緑はやや口ごもった。そうよね。そんな女だったら、私はあんたを軽蔑するわ。 まあ、男に体で引きずられる女っていうのもいいけどね。あんたや私には似合わないわね。そしてミサコは緑を覗き込むように念をした。とにかくこれで、あの男とは終わったんでしょもうこんなこと二度とごめんよ。アホな男と喧嘩するアホな女のために。真夜中に起こされちゃたまんないもん。あの時、 緑は確かにうなずいたはずだったそれなのに三日後緑は長原の電話番号を回していたのだ様々なことを確認したかったのだまず自分が本当に長原と別れられるかどうか長原は再び自分のことを邪険に扱うのかどうか 念のためにそして何より永原とのセックスが自分の中でどれほどのパーセンテージを占めているかということを体を張って緑は調べてみたかった電話に出た永原は意外なほど屈託がなく 緑がまた自分の部屋に訪れることに何の疑いもないようだった。次の時、誘ったのは長原の方だった。夜中から明け方まで三回二人は交わった。朝日が差し込む部屋で長原は軽い寝息を立てていた。その傍らで緑は 裸の腕を何度も上下させたひどく伸びやかな気持ちになっていたあの時あのまま別れないでよかった心の底からそう思った三回もしたこれで元が取れた確かにあの時 緑はそんなことをつぶやいていたのだったそんな残酷でわい雑な言葉を言う自分にたとえようもなく満足していたのはなぜだったのだろうかさっきのフランス料理おいしかったわ。窓の外を スキータを乗せたワゴン車が走っていく空港が近づくにつれ車が多くなっていくようだった小牛の狂線っていうのあれも美味しかったわ狂線ってどんな字を書くのかしら胸の線って書くんじゃないかな多分そうだよそう信じられないぐらい 柔らかいのね。あのお店、よく行くのいや、そう滅多には行かないよ。内地から大切な客が来た時だけだ。私って、大切な客もちろんですよ。あなたは有名人だし、それに、昔からの知り合いだ。長原はまた、柔らかく緑の手を握った。 長原さん、今でもあなた、お寿司、お好きああ、好きですね。北海道のお寿司って美味しいんでしょうね。私、誘われていたのよ。一回ぐらい行ってみればよかったわ。札幌のはそううまくない。やはり寿司だったら、室蘭か函館で行った方がいい。魚の鮮度がまるっきり違うからね。そう。 美味しいでしょうね。不意に緑は行ってみた。これからでも空いてる店、あるのかしら長原の指がピクッと緑を叩いた。ありますよ。いくらでも。すすきのには夜中までやっている店がいっぱいある。でもそれは、飛行機が間に合わなかった時のことだわ。 とにかく全力を尽くしてもらわなきゃ。ねえ、運転手さん。最後の方でまた、緑は声を張り上げた。全力は尽くしますけどね。ちょっと見てくださいよ、これ。先ほどから信号のたびに車が増えていく感じはしていたのだが、工事中という赤ランプが続いていた。思わぬところで、渋滞が始まっているようだ。 ついてないな。除雪作業がここんとこ一段落ついたらこうだもんな。お客さん、何とかやってみますけどね。間に合わなかったら勘認してくださいよ。と、人の良さそうな初老の運転手は言った。さっきからの二人の話が聞こえないわけではないだろうに、それでも車を急がせようとする律儀さが、緑には痛々しかった。しかしこれは、 後ろの座席で女のちぶさをいじくり回している男がいるというのに、まっすぐに前を見て車を走らさなければいけない男の自然な防衛本能なのかもしれない。過剰な好奇心を捨てなければ運転手などという仕事は一日も続かないに違いない。このまま引き返したっていいじゃないか。 また永原がささやくそうはいかないわ明日の朝一番の便を予約しなければならないんですものそういった後で緑は閉まったと思った7年ぶりで初めていいカードを掴んだのであるこのまま行けば永原についに口説き落とされたという形になるのだ キーワードを何も自分の口から言うことはなかったのだ。しかし、長原は聞こえないふりをしている。そのくせ、手は離さない。ふと緑は、この男をもう少し、いたぶってみたくなった。ねえ、長原さん、あの女の人、どうしたの あの女の人って誰ですか知らばくれないでよ。どこかの広告プロダクションに勤めていた人じゃなかったほら、私と両手便かけていて、結局そっちを取った女性。人聞きの悪いこと言わないでくださいよ。僕はあなたと別れた後、昇進癒しがたく田舎に帰ったんですよ。嘘おっしゃいな。 いいじゃないもう時効なんだから。すごく綺麗な人だって噂に聞いたわ。どうしてその人と結婚しなかったのいやー。雪が薄く反射する闇の中で、しばらく長原はためらっていたようだった。女の人って、誰でも同じだと思った。私も、 その人も長原はこっくりとうなずいた。確かに、あなたのことは好きだったし、愛だと思う時もあった。だけど、あなたも気づいていたと思うけれど、俺たちは喧嘩ばかりしていて、もうダメになるのを待つばかりだったでしょこう言うとわざとらしく聞こえるかもしれないけれど、 お互いのために別れた方がいいと思った。けれども、次の女の人も、そうあなたと変わりないんだ。やっぱり、嫌な女だった。いや、素敵ないい人だったと思う。性格も感受性も、あなたと違う意味で、いい女だったと思う。だけど、 彼女はあなたと同じようなところで怒るんだ。わかるわ。それは恐ろしいほど同じだった。そして彼女もあなたと同じような罵り方をするんだ。相手は変われど、主変わらずってことね。俺は本当にわからなかった。 そしてすべてのことがめんどくさくなった。そして親父が死んだのをきっかけに家に帰ったわけだ。そして今ではわかる漠然としたことはわかる。だけど今知ったことを7年前の俺はやっぱりできなかったと思う。 後悔している私のことをという言葉を緑は奥深く飲み込んだ答えはわかっている後悔しているともだからさあ飛行機は諦めるのだと長原は言うに違いないありふれた結果になったと 緑は思った。後悔に苛まれていたものを取り戻せるのではないかという錯覚によって、多分明日の朝、二人は後悔をまた作って別れることになるのだろう。それがわかっているというのに、緑の体の中で、また熱いものが動き始めた。長原の指は、 再び彼女の太ももをなぞり始めたのだ。息きずりの男に抱く欲望と全く同じものだった。共通の過去を愛おしむ気持ちよりもすぐ未来のアバンチュールへと流行る気持ちの方が強かった。緑はゆっくりと唇をかみしめる。乱暴で原始的なものに 身をゆだねさえすればいいのだこりゃあ参ったなあ突然運転手が大きな声を立てた高速の手前で車の流れは完全に止まっていた家路へ向かうスキー客たちが工事の道を避けて一度きに集中したらしいのだ前の赤いファミリアはピクリとも動かない いくつかのスキーボーのシルエットが窓から見える。前の車どうにかならないかしら。あれ起こすともう少しスムーズに行くんじゃないちょっと無理ですな。この流れで追い越しはね。あら、7時40分。あと少ししかないじゃない。千歳の空港っていうのは結構歩くのよね。私、ロビーをバタバタ歩く人ぐらいみっともないものはないと思っているの。 緑の苛立ちが伝わったのだろうか、赤いファミリアはややあってまた動き出した。お客さん、あの角を過ぎると案外楽になるかもしれませんよ。函館の方へ行く車がみんな曲がりますからね。本当にそうよ。みんな曲がっちゃえばいいのよ。嫌だわ。あのファミリア、空港まで行くのかしら。憎ったらしいわね。抜いてみましょうか。 ま、あ本当ぜひぜひやってほしいわ。運転手はアクセルを踏んだ。前に見えていた青いトラックがぐんと近づいたかと思うと、赤いファミリアは後ろに遠ざかっていた。運転手は器用に車をトラックと乗用車の間に滑り込ませた。この二つの車に挟まれて、タクシーはいい流れに乗ったようである。 先ほどまでのぎこちなさは嘘のように、タクシーは徐々にスピードを上げ始めた。金属音がした。ふと顔を上げると、北の夜空を横切る銀色の翼が見える。あら、空港もうじきね。次の角を曲がると見えてきますよ。間に合いそうね。よかったー。 緑はもう一度深々とシートに腰を下ろした長原と目が合った緑はかすかに顔をあからめた「どうしたらいい飛行機間に合いそうよ」「間に合っても間に合わなくてもキャンセルすればいい長原は穏やかに笑った その時初めて、緑は彼の唇の端に、シワが刻まれているのを知った。サーチライトに照らされた白い建物が見えてきた。山の陰に隠された秘密の要塞のように、空港は活気に満ちていて、それは今まで走ってきた人気のない雪道とは対照的だった。 お客さん、全日空かね日本航空かね全日空の方よ。タクシーは高校と明かりがついたロビーの前に滑り込んだ。離陸時間10分前だ。多分、ダメだと思うけれど。緑はいつの間にか小走りになっていた。一応、カウンターに聞いてみるわ。そこには二人の若い女が立っていた。 職業的な悠然とした笑いが、その時、まだ十分に余裕があることを緑に告げていた。はい、大丈夫でございますよ。女はテキパキと機械を打ち、航空券を緑に渡した。17番口でございますので、どうぞお急ぎくださいませ。ありがとう。チケットをわしづかみにして、大股で歩き始めていた。だから自分のすぐ後ろに、 長原が立っているのを見つけたとき、緑はひどく、唐突な思いに駆られたのだ。緑は、再び、こわばった笑いを浮かべた。というわけなんですよ。ごめんなさい。でも、長原さんもまた、東京にいらっしゃることあるでしょそんなときは、連絡してください。一息に言う。ありがとう。あなたも忙しいけれど、体に気をつけてください。 いつの間にかネクタイの結び目はきちんとなっていた。蛍光灯の下で長原は青白く、そしてやや老けていた。それは緑が東京でよく見知っている、これからも会い続けるであろう、働く男の顔であった。決して暗闇で、 恋をささやくそれではないじゃあと言って永原は握手を求めてきた本当にごめんなさいどういうことかしらえー、っとせっかくここまで送ってくださったのにごめんなさい歩きながら早口でしゃべりながら握手をするこれは都会で緑がよくやる動作だった 長原の口元に苦笑いが浮かんでいる。じゃあ、ここで僕は失礼しますよ。でも懐かしかった。嬉しかったわ。本当よ。じゃあ、長原さん、奥さんによろしく。東京にいらしたら電話をくださいね。じゃあ、どうも。さようなら。にわかに上舌になった緑は、エスカレーターに乗ってもまだ喋り続けていた。下のロビーで、 目礼を返す永原はみるみる遠ざかっていくもう二度と会うことはあるまいだからこそ緑は最後に再びにっこりと男に笑いかけたのだお客様お急ぎください 登場口前で出馬ですが、にこやかな威厳を持って緑をせかした。機内では離陸を待つばかりの人たちが、雑誌を読んだり、イヤホンを耳に当てたりしながら、遅れてきた緑に、とがめるような一別をくれた。しかし、思っていたほど混んではいない。空席がいくつか目立つ。緑も後ろの窓際に座ることができた。 窓に目をやるいつの間にか雪が降り始めていた滑走路のライトが当たる部分にだけ斜めに白い雪が落ちていくのが見えるそれだけ切り取られたまるで芝居のかき割りのような雪景色だった最後の土壇場で 長原が必要に誘わなかったことが気にかからないと言ったら嘘になるしかしそんなことは東京に着くまでに忘れるだろう緑はコンパクトを開いた離陸前機内の明かりが一旦消された時だこんな暗さこの程度の雪明かりだった 鏡をもう少し右に寄せてみる。それはさっき車の中での長原の視線の位置だった。ところどころ化粧がはげ落ちているとは言うものの、派手やかな顔立ちの、自信に満ちた女の顔があった。そう悪くないじゃないな。長原は、 じづいたのだと思うことにしたそうして緑は暗い機内でくすっと満足げな笑いを漏らした自分も長原もなんと意地汚い存在なのだろうか一瞬鈍い痛みは確かに走ったものの 緑は何食わぬ顔で鏡を閉じた雪はまだ降り続いていた。 選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集文芸、ホラースリラー、ー、スススリササイコサスペンス人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください